ございます。じゃあいただきます。でも広島のお寿司屋さん、まあまあちょいちょい、まあそうです、瀬戸内海あるんで、あでもやっぱ牡蠣ですよね。牡蠣小屋によく行きます。最高じゃん。いただきます。いただきます。すごいですね。GoPro です。GoPro です。GoPro。わー、いいな。GoPro 男子。もう今時のね。ですね。あ、うまっ。手で食べれば。うん、当たり前だ。当たり前だ。よかったね。もう幸せです。うどん、ラーメン、寿司。充実。食いすぎや。食いすぎや。まだいけるけどな。まだいけるけどな。あとあれやろ、新幹線の中で。飯。アイス。じゃあタイ。うわやばい。やばいね。ちゃんとね。やばいね。実況しながら。どうぞ。ありがとうございます。うま。編集何時ぐらいかかる？何時間ぐらいかかる？まあ言うて30分1時間ぐらい。何時？切ったって切ったって。そうなんですよ。なんかこれがこれでこういう感じで動画撮れてるんですよ。あーすごい。あ、本当ですね。こうこれ伸ばしたらもうそこら辺まで入ってる。で、後で写真にできるんですよ。スクリーンショットみたいな感じで、はい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 、だからとりあえず適当にこうやって動画みんなではーいって撮って後で写真に切り出せるから、すごい。 GoPro ってなんか海外のなんか海とか入る人とか、なんかスノボとか、はいはい、サーフィンとかで手で見ますよね。うわやばいなこれ。見たくないね。あと9分。やばいやばい。特急乗ってる暇ねえよ。行きは快速できたの？行きも特急、行きも快速、行きも快速。なんかたまたま快速になってんで、すぐピッて乗れた。うん、切り替えが早かった。切り替えが早かった。帰りは特急で舞台でね。ありがとうございます。普通のカメラで、はい、頭で。おお、ありがとうございます。そのまま食べれるんですか？それ美味しいですよ。俺様だけ広げたらですね、あとはもう、あ、よかったらガリガリ行かれてもいいです。食べちゃう。食べちゃう。おねえ、行くね。ありがとうございます。
ただ新ネタでこう、だから寿司屋の中でやる人はいないじゃん。それはね、寿司屋の店員がこれってやるのがなかなかないけど。なんでここの寿司屋さんって綺麗な人しかいないんですか。大将なんでここって綺麗な人しかいないんですか。あのなんかフィルターみたいな見え方変わる。そっち行ったら、え、誰みたいな。まさかの広島つながりで、まさかのビビった。びっくりしたね。それ確かに。はい、どうぞ。ありがとうございます。いや、キツキツだし、お腹的にも入るのかっていう。昼、柏うどん食べて、おやつにラーメン食べて。おかしいだろっていう。だから全然違うけど、そっか、小倉ぐらいだった。